宮殿、こうつけは俺が斬る。斉藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国司となった。道三との同盟関係が追放に帰した織田家は、斉藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。すべては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、近い異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍のまたざがいる限り万に一つも負けはねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。またざにそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん、家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ信行に懐いてたからな。とにかく今は乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう。行け、秀吉。御意。よし、決まっていく。一丁手柄を立ててくるか。信長様、信行殿の兵が多勢、清津城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。またぞ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を押さえねば、味方を呼び込むこともままならんな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。おりゃ。
進め、兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。血のつながった者同士で愛を争う、どこも同じようなもの。打ち死に。なんと素晴らしき戦果よ。身の程知らずめ。そこか。足がかりとして攻めるぞ。打ち死に。このマタタ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。打ち死に。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。信長様も思いのほかやりました。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。打ち死に。
運来そうぞ。おいお前ら、槍のまたざの恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。討ち死に。そこか。やっちまうぞ。手柄はもらった。どんどん行くぞ。どんどん。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。これで敵兵は浮き足だったろう。取ったぜ。フルはなんだか。邪魔すんじゃねえ。も邪魔すんじゃねえ。
兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため、手加減なしで行きますよ、信長様。開門。打ち死に。敵将、おいらが討ち取った。力及ばずか。なんと素晴らしき戦果よ。どりゃ。信行を止めねえんだ。何野暮なこと言ってんだ、トシエ。合点承知。お前は信行様のご覚悟を軽んじてるのか。じゃあもう何も言わねえよ。できるのはここまでだ。開門。おりゃ。はあ。おりゃ。はあ。うら。はあ。はあ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。信行、勝負あった。兵を引け。いえ、まだ終わってはいません。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ、信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。信行、この辺でやめとけって。こんなのお前らしくねえだろうが。すまない、マタザ。今さら引くことはできない。ったく、今はとにかくお前を倒す。そんで後で信長様とよく話し合え。くらっとけ。さすが兄上だ。私の負けです、信行。なぜこのような真似を。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。
あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やしに、お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。分かった。信行、お前に切腹を命じる。母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。信行、これが乱世の断りゆえならば俺が必ず壊してやる。なんてこと。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい信長様、信長待てよ。くそ、命を絶つ必要なんて。信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥を晒すことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸川を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、権六。兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。良いな。